どうも JB です。本日もプロスピエスやっていきたいと思います。はい、というわけで本日なんですが、めちゃくちゃいい更新来ました。予告としまして、ファイナルミッター3月7日15時より開催ということでお知らせ来ております。こちらのねファイナルミキサー、本当はもうこのお知らせが来る前、今日動画を撮ろうかなと、ファイナルミキサーについての動画を上げようかなと思ってた矢先にこの更新が来たということで、ナイスタイミングでございます。ファイナルミキサーについてお話ししていこうと思っております。でこのファイナルミキサーなんですが、3月7日の15時から来る、イベントというのかミキサーとなっておりまして、通常のミキサーなんですが、3人投入して行うノーマルミキサー、S ランク3体投入して、今現状出てる2023シリーズ2の S ランク選手ランダムで1体、獲得できるのがノーマルミキサーで、自チーム確定ミキサーなんですが、まあ、S ランク選手、5体入れて自分の自チームの S ランク選手になる自チーム確定ミキサーの2種類あるような形なんですが、今回 S ランクのファイナルミキサーが登場ということで、まずファイナルミキサーっていうのが S ランク1体を投入して S ランク選手が1体返ってくるという、まさかの等価交換というような、まあ細かく言ったら違うんですが、等価交換と思えるほどの究極ミキサーがファイナルミキサーというような形となっております。でファイナルミキサー種類、3つありまして、 S ランクファイナルランダムミキサー、2023シリーズ2のランダムな S ランク選手に変換されますと、これがランダムミキサーですね。で S ランクファイナルポジションミキサー、投入した選手と同一ポジションの2023シリーズ2のランダムな S ランク選手に変換されますと。で、もう一個 S ランクファイナルチームミキサー、投入した選手と同一チームの2023シリーズ2のランダムな S ランク選手に変換されますと、この3種類のファイナルミキサーがあるような形です。でちょっとこちらのお知らせの中には書いてないんですが、このファイナルミキサー毎回、この3種類ミキサーがあるんですが、この中から合計5回までが入れられる制限があったと思われますね。これをね無限にできるっていうわけではないですね。でまたちょっと注意事項としまして、この投入する S ランク選手、玉になる S ランク選手なんですが、選手レベルをマックスにしておく必要があるような形ですね。限界突破一切行ってない選手であればレベル70まで、超3まで上げてるのであればレベルは73、極みとかまで上げてるのであれば、極みというのが超5ですね、超5まで上げてるのであれば75まで上げておく必要があるような形です。さらにこのファイナルミキサーなんですが、投入した S ランク選手の限界突破回数と、特訓レベルと特殊能力習得レベルは、引き継がれます。これがねめちゃくちゃでかい。通常の今普通に来てるミキサーなんですが、3体投入しようが5体投入しようが、素材が極み5体投入しようが、出てくる選手っていうのはレベル1の何にも育成がされていない S ランク選手になっているんですが、まあ、今回ファイナルミキサーはレベル1では出てくるんですが、限界突破回数、特訓レベル、特殊能力レベルが引き継がれると。ですのでいらない S ランク選手、もう使わないなっていう限界突破が済んでいるとか特能も上げきってる選手っていうのを投入して、欲しい S ランク選手が、自分の狙ってる S ランク選手が出た場合に、もうすでに超5まで上げてるのであれば、レベルを上げるだけで極みになったりとか、特訓レベルも上がってるし、特能の、レベルも上がってるというような形で、すぐにレベルだけ上げてしまえばリーグでもリアタイでも使える選手というような形となっておりますね。これがめちゃくちゃ美味しいのがファイナルミキサー、シーズンラストに来る究極ミキサーとなっております。でさらにこの購入する S ランク選手なんですが、特に制限はないですね。イベントで獲得できる覚醒選手もレベルマックスであれば投入できるし、さらにもっと昔に登場した選手でシルエット化した選手や古い年度の選手なども S ランクの玉として投入することができますので、現状今出ている2023シリーズ2の S ランク選手以外でも投入することができるというような、なんとも神仕様なミキサーとなっております。でこのミキサーなんですが、一番のおすすめはポジションですね、まあ、ポジションか同チームのミキサーを引くのがおすすめとなっております。で現状今激アツなポジションで言ったら、まあ、ライトかサードかなといったような個人的印象ですね。もうすでに契約書であったりとかガチャとかで欲しい選手とか強い選手が引き切っているのであれば他のポジションにはなってくると思うんですが、まあ、大体どのチームを見てもサードであったりとかライトの選手がかなり狙いになってくるのがこのファイナルミキサーなのかなと思っております。個人的にサードであれば、最新シリーズ岡本選手とか村上選手、
ここら辺欲しいかなと、あとはサトテルとかも出たら嬉しいかなって言ったようなのがサードですね。でまたライトですと、ベスト9タイトルホルダーの、ギータを持ってなかったりとか、通常 S ランクのギータ持ってなければこのライトめちゃくちゃな狙いになってくるのかなと思いますね。あと巨人の丸とかもいるので、ここもライトもなかなか激アツなポジションなのかなと思われます。でまた同チームにつきましては、自分が純正オーダー組んでるチームであれば、被ってしまった S ランク選手を投入して、まだ持ってない自チームの S ランク選手を狙いに行くのもありなのかなといったような形ですね。でさらにこのファイナルミキサーなんですが、ファイナルランダムミキサーですね、マジでやる必要ないと思っております。この1ヶ月の事前準備がありますので、自分が欲しい選手、提出できる選手を見極めながら、ポジションミキサーか同チームどちらかを選んで、自分が欲しい選手を、なるべく確率が高い状態で引くのが一番おすすめかなと思っております。ですのでファイナルランダムミキサーを行う場合は、マジで本当に確率が低いので、自分が欲しい選手がいないっていう場合は、自分がもう持ってるこの S ランク選手いらなくて、新たに欲しい選手誰でもいいので欲しいっていう方は、ランダムミキサーを、やるのが、やってもいいのかなと思われます。ですのでね、まだ今回のシリーズ2、まだまだ欲しい選手出てないよっていう方は、ポジションであったりとか同チーム、そちらの方でファイナルミキサー引いてみてください。でまたこの先ほども言ったんですが、 A ランクの覚醒選手を覚醒させて S ランクにしてレベルマックスにして投入することもできるので、今私が持ってるこの梶谷とか、まあ、浅野翔吾はちょっと残しておこうかなと思ってますし、この田中とかも S ランクに覚醒させて、ミキサーの球にしようかなと思っております。でその際に普通に覚醒するのだともったいないので、アイテムとかで A ランクの限界突破コーチとかがあれば、限界突破してレベル5まで上げちゃって、でレベルマックスにして覚醒させて、でさらに覚醒選手の S ランク限界突破コーチ、こちらも使うと超5まで上げておけば、ファイナルミキサーで提出した後狙いの選手になれば、超5の S ランク選手に変わってくるということですね。かなりお得になれるミキサーとなっております。こういったような事前準備が前もって必要になってくると思いますので、この1ヶ月前にアナウンスが来たということですので、皆さん、自分が欲しい選手を見極めて、どのミキサーで回すのか、でまた欲しい選手を狙うためにどの選手を玉として提出するのか、で玉として、決めた選手を、育成させてレベルマックスにしたりとか、限界突破したりとか、特訓レベル上げたりとか、特能も上げておくと、欲しい選手になった時にかなり使えるような形となっておりますので、そちらも意識しながら、事前準備進めてみてください。はい、ということで本日はお知らせできた2023シーズンラストに来るファイナルミキサーについてお話ししてきました。前もって準備しておくと、めちゃくちゃ美味しいミキサーとなっておりますので、1ヶ月先にはなってるんですが、そちらも意識しながら事前準備進めてみてください。本日の動画が良かった、参考になったという方、高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。